たか、ゆたか、ゆたか、たけ、ゆたかたけ、たけゆたか、お前、何やってんだよ。はぁ、2023年の有馬記念はドージュースで完全復活の感動の大勝利だったじゃないの。ゆたか、お前なんだあの騎乗は。お前もう54歳だろ。いい加減にしろ、年齢差が4点だろ。夏川純か、お前は、競馬ゆっくりはよ。ドージュースの適性はギュンと切れる足じゃなくて、ぐんぐん伸びる持続力優位の足だと思ったし、気性もあまり良い方ではないと思っててさ、枠も内枠だったから包まれるのも良くないと思って切ったんだよね。現にスタートはそろりと出してたけど、馬群に包まれたらかかるまで入ってないけど、はみ噛んでたしさ。ドージュース、正直。これ見たらドージュースってやっぱり難しい馬なんだ。これじゃダメだなって思ったんだけどさ。一周目の直線の進路取りが竹豊の視線に固定したドージュースチームの強さを見たわね。秋は無念の負傷で竹豊はドージュースに天皇賞秋、ジャパンカップに乗れなくて。戸崎啓太が乗っていたし。調教では乗っていたし視線だったけど、今のドージュースを竹豊は知らないと思っていたのもマイナス要因だった。竹豊は1コーナーに入るところでドージュースに馬込みに入れて、内枠乗りを生かす競馬をやめて、リラックスして走らせるために大外を回す進路取りをした。視線でドージュースのことをよく知っているからできる競馬なわけね。そして、それでいい走りをさせたってのもあるけど、3コーナーから前がスローペースで流れているのもあって、ドージュースは最初に仕掛けて、2コーナーでは最高峰の13番手だったのに、4コーナーでは3番手に上昇し、同じく神業騎乗をしたルメールのスターズオーナースをかわしての勝利。いやぁ、競馬ゆっくりは竹豊のこと好きじゃないし、騎乗技術的には上手いけど他の騎手と大差ないレベルと思っているけど、竹豊の上手さの源泉の頭の良さとペース判断、そして歩く競馬指揮法と呼ばれることのある相手関係の分析の鋭さ。それが遺憾なく発揮されたレースね。おお、竹豊の騎乗技術が。って言うと変な荒れ方するけど。いや、騎乗技術だけじゃ勝てないわよ。騎乗技術と戦略。頭の良さが掛け算になって騎手の上手さは決まるからね。だからこそ竹豊の好騎乗でこのレースは勝てたわけよ。おお、ここまで競馬ゆっくりが竹豊を褒めるとは。今日だけは認めてやる。ドージュースと竹豊が日本一のサラブレッドと騎手だってな。はぁ、世界の岡村。しかしこの騎乗を見て、道中同じところにいた横山武史くんはどう思うのかな？標的が変わった。武史くんさ、道中はリラックスして走らせるのはいいよ。確かに今回の競馬はジャスティンパレスが一番強い競馬をしたと思うよ。でもさ、馬はいいパフォーマンスしたけど、武史くんの騎乗は何なの？馬の性能やパフォーマンスは明らかにジャスティンパレスの方が優れてたじゃん。武史、はっきり言ってやるよ。今回の有馬記念、道中同じところにいて、ジャスティンパレスが一番強い競馬をして、ドージュースが1着でジャスティンパレスが4着なのは騎手の差だよ。は？竹豊は有馬記念を勝とうとライバル関係なしにドージュースを一番に考えて、勝つために判断して仕掛けて勝った。それはそれほど期待されていない馬だったのもあるし、主役じゃなく挑戦者だった立場も関係しているとは思う。しかし、たけしくんさ、お前ソーズオリエンスでもそうだったけど、競馬というものを乗ってる馬の最大能力出せれば得点がもらえて、その得点で勝てる競技だと勘違いしてるだろ。だからジャスティンパレスも何も作戦もなく、工夫もなく、勝算もなく大外回して、能力は出し切って、負けましたすみませんって騎乗するんだろ。たけし、だからお前ソールオリエンス降ろされたんだぞ。いい加減に別れよ。54歳の引退秒読みの騎手に負けてんだぞ。悔しくないのか？横山武史、いつの間にかに説教部屋。武豊の騎乗技術は華麗で衰えてきているのは否めない。横山武史が武豊にできることは若い力と体力、戦略と頭脳を持って竹豊の時代の終焉を叩きつけることだろ。お前はそれができる才能と騎乗技術を持ってるはずだろ。武史、ルメールもお前みたいに競馬を捨てたような競馬をしているか？不利と言われた大外枠から出していってポジション取ってあわやの競馬だったろ。武史、
横山たけし。お前に足りないとところはそれなんだよ。それはな。勝利への執念。そこから生み出される頭脳的な作戦立案能力なんだよ。たけし。お前は企業技術は抜群だがこれがからっきしなんだよ。そんな横山たけし。お前に提案はない。一つもだ。は？ジャスティンパレスでこんな騎乗していたらルメールが会えた時はすぐにお前なんか降板だろうし、今回見切られて降板したソウルオリエンスももう戻ってくることはないだろう。馬を育てられない。戦略的に乗れないけど騎乗技術がある騎手の行き着く先は秋山慎一郎や藤岡雄介、丹内隆二、津村敦秀でコースだぞ。まあ。こいつらは優しい顔してるから勝負師になりきれない側面もあるだろうけど、ほぼ全員がマスオさん顔。横山たけし。お前たけ豊とルメールとの着順の差は1と2と4だけど、この間には深い差があるぞ。これのレースを教訓に来年からニュー横山たけし。期待してるからな。競馬ゆっくりは、横山たけしを、諦めない。俺、本命ジャスティンパレスの馬券を机に飾りながら、お前の2024年の逆襲、待ってるからな。頼んだぞ。たけし。たけし横山。来年も横山たけしに期待するの？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2023年の有馬記念の開庫、やっていくわよ。おう。ねえねえ今どんな気持ち？スターズオンアースは大外枠で切れる足がないからいらない。ドウデュースは不安要素が多くていらない。タイトルホルダーは終わってるからいらないとかほざいて全部馬券内に来た気持ち。ねえねえ今どんな気持ち？すごく悔しいです。競馬ゆっくり完全敗北ではロタ。逆進半端ないってもう経由半端ないって一番人気のジャスティンパレスタン穴指名してめっちゃ飛ばすもん。そんなんできひんやん普通。人気サイドのタスケーラとスルーセブンシーズ指名して全部飛ぶことってある？言っといてや特急呪物の逆進やったらさ、ある意味自画自賛。これに加えてハーパーの4頭指名なのに3着までに1頭も来ないのは、もうこれ呪術回戦ですわ。まあ、2023年から競馬予想始めたけど、まさかここまで逆進予想を披露するとはね。年末の魔物はいるって言うけど、ずっと魔物だったとは。ある意味インターネットで神を見たみたいな話ね。で、有馬記念の開庫を早速やっていきたいんだけど、武豊とルメールが騎手としての格の違いを見せたわね。そうね。武豊はドウデュースだけに専念した競馬で全てを出し切っての勝利だったし、ルメールは大外枠の振りを消すために工夫した騎乗だったし、それに比べてそれ以外の騎手は何やってんだよってやつね。まあスターズオンアースが予想外にスタートから出ていったし、前に行くだろうと思われていたディープボンド、アイアンバローズが行けずに決め打ちのタイトルホルダーが行ったわね。そうね。300メートル地点のラップが1ハロンで 11.3 秒だし、この区域は早かったけど、そこからのラップは 11.9 秒、12.0 秒、12.0 秒、12.2 秒と落ち着いたし、1000メートル通過は 60.4 秒というこの馬場を考えるとスロー気味の流れね。結局、このペースがタイトルホルダーに対しての評価なんだろうね。怖くないだろうというね。1100メートルから先のラップも 12.5 秒、11.9 秒、12.0 秒と上がり3ハロン直前まで速いペースで逃げてないし、今回惨敗したタスケーラ、ソウルオリエンス、スルーセブンシーズは駆け引きした結果とない有利の馬込みからうまく出られなかったロスもあるわね。まあ、ジャスティンパレスはで負けもあったけど大外分回しのいつもの横山たけしだったし、そういう騎手の乗せてる陣営の見る目がなかった感じね。ソウルオリエンスが味わった苦しみだし、悲しい。悲しい、で。結局コーナーから仕掛けたドウデュースが武豊がうまく折り合わせた分伸びて上がり最速の 34.3 秒で2着のスターズオンアースを破り、有馬記念制覇。2着のスターズオンアースは惜しかったけど、上がり 34.8 秒と前に挑んで勝つ競馬をした適正外の競馬で2着確保は強さの証明。来年、ドバイシーマクラシックはこの馬じゃないかしら？明るい未来が待っていると。そうね。
ただ機種次第だし、変な機種乗せると怖いけどね。それはなぁ。3着のタイトルホルダーは競馬ゆっくりは終わった馬だと思ってたんだけど、終わりかけの馬だったみたいね。言ってることそんなに変わってないぞ。正直さぁ、オールカマーもジャパンカップもスローペースで可愛がってもらったのに全然ダメだったから今回も継続だと思ったんだけどね。ただどっちかというと今回の有馬記念のレースレベルが低いから上位に来れた。っていう言い方が適切だけどね。は？有馬記念のコース形態的に前有利で芝も荒れてないから打ち回した方が有利な馬場だったし。そういうコースで秋の戦績から終わっていると舐められていたタイトルホルダーが終わってる部分が案外少なかっただけの結果で3着になっただけだしね。つまり、スローで逃がしてくれたのは周りが舐めてくれたおかげなわけね。そういうこと。それに後ろの馬はタイトルホルダーより後ろで足を溜めている有力馬と駆け引きしていたし、うちと前有利のバイアスもあっての3着ね。おお、これでタイトルホルダーが3着だった優秀の美すごい勝ちに行ったとかいう連中が現れるだろうけど、タイトルホルダーの能力がすごいわけじゃない理由の構想で褒められる、絶賛される構造ね。言うわね。この有馬記念がレベル低いっていうのはどこから来てるの？まずは有馬記念のコース自体チャンピオンを決めるようなコースじゃないってことね。枠とか適性の差が出て、それが絶対能力を上書きしちゃうし、それに今回はタイトルホルダーが舐められてのスローペースの上、コースのバイアスで内有利、前有利で直線も短いから4コーナーの通過順の上位がそのまんま上位の馬の着順にもなってるし、それに上がり3ハロンのラップが 12.0 秒、11.7 秒、12.2 秒とコーナー、直線の坂を加味しても最高速度は出てないけど、平行ラップだし、前の馬に楽をさせすぎたことが時計から見えてくるわね。レースとしては面白かったけど、レースの質としては疑問が残るわけね。まあ、それで有馬記念の強い馬が勝つコースでやるべきって論もあるけど、伝統も大事だからね。そこは何とも言えないわ。ただ、時代的に育成技術や馬の改良が進んで、ピラミッドの頂点の馬の差がなくなった結果の適正勝負になってるのも考えられるし、対策は必要なんだろうけどね。だからこそ今回の武豊の騎乗は馬の能力が拮抗している状態で違いを見せつけての勝利だったし、ルメールの騎乗も違いを見せていた。という芸術的な騎乗も見られるわけだからね。一長一短ね。4着のジャスティンパレスは一番強い競馬をしているし、上がりはまだまだ直線が伸びてれば、タイムを縮めそうな勢いの上がり 34.4 秒の2位だったし、この馬は横山武史の分回し癖とで負けの振りを克服できなかったわね。まあ、ルメールが空いたら横山武史はバイバイだろうし、来年は期待できるんじゃない？たださ、スターズオナースと距離適性が被るから、苦難の歴史は続きそうだけどね。来年もルメールの天下は変わりそうにないわね。5着のシャフリアールはどうなの？まあ、枠をうまく使ってコスク立ち回った結果の5着ね。松山浩平はいい騎乗をしたけど、悲しいことに今のシャフリアールは上位を争えるような能力はしていない。能力落ちをしているんじゃないかと思うけどね。おお、この馬が立ち回りで5着に入ってることがこのレースのレベルの低さを象徴しているというわけね。そうね。スローペースで有利な位置で後ろがもたついてればこの着順でなだれ込めるよね。ってね、以上で掲示板内の馬を解雇していったけど、着外の馬で気になる馬はいるの？6着のタスケイラは本命だったんだけど体重がプラス18キロ。これを成長分と見るか。ってところだったんだけど、前にスムーズに行けなかったり、末足をなんとなくしか使えてないから影響はあったわね。調整がうまくいかなかったと。ムーアも調子悪いわね。負傷して帰国後の来日でどうかなって思ってたけど、もしかして騎手のピーク終わったって言いたくなるような騎乗ね。外を通ってたはずなのに4コーナーで包まれて、ディープボンドやヒートオンビートの進路の邪魔を数秒間の間にした後、自分もジャスティンパレスとスルーセブンシーズのバッチン食らって終了。タスケイラがリカバリーして6着になったのは馬の性能だし、ムーアは今後信頼できない騎手の仲間入りしそうだわ。
競馬ゆっくりの中ではね、やっぱりマーちゃんナンバーワン。経由ファミリーのマーちゃんことマーカンドの騎乗もふざけてたけどね。切れないディープボンドなのにスタートも行き足も微妙なのはわかるけど、何にもしないマグロ騎乗。そりゃ買いでなだれ込みますってねー。和田裕二からマーカンドにしていいことが一つもねえよってね。ファミリーなのに石を投げる？さすがにこれは何考えてんだ？って言いたくなる騎乗ね。レースのビデオとか見ないのかしらね。おお。反面、マーカンドのマグロ騎乗のような騎乗をいつもやるハーパーの岩田未来はディープボンドでやらなきゃいけない騎乗をすべてやっての騎乗で個人的には満点の騎乗だったと思うわね。負けても褒める？確かに着順は悪いけどハーパーが構想するならこれしかないって競馬をしてくれてたし、4コーナーは夢見ちゃったわよ。馬券買ってたけどこれなら勝った意味があるわね。ナイスファイトだわ。おお、ソウルオリエンスはクラシック前までに仕上げなきゃいけない馬込みの競馬、どこまでの負荷までなら折り合えるか、どのくらい足を使えるのかなどの確認作業や教育をクラシック終了しても半分以下もできてなかった視線だった横山武史の所要が出たわね。川田優雅も一か八かで内枠だし、内からのギャンブル騎乗したけど、経験もないし伸びないよねって。これは川田優雅が悪いわけじゃないし、陣営を含めたクラシックの挑み方や乗り方がわからなかった人才ね。横山武史の分回し芸の犠牲者と言えるわね。横山武史に当たりが強い。スルーセブンシーズは自慢のビュッとしたキレのある末足が使えずに上がり 35.4 秒。馬が悪いのか、騎手が悪いのか、ただ乗り方は確実に悪かったわね。隣のスターズオナースが言って池添が動揺したのか馬もそれが伝わっていきたがったような挙動だったし、1周目の3、4コーナーは外回るのはしょうがないけど、1コーナーまでポジションが取れずに外回ったのは池添のせいだし。まあ、なぜか荒ぶったムーアに同じ勝負服なのに妨害されてたけどね、で。最初の直線でポジション取りに足を使っちゃったから最後は伸びなかったし、一応は勝ちには行ってたから3、4コーナーでは2番手集団に取り付いてはいたんだけど、そんな騎乗じゃ足なんざ残らねえよ。池添健一くんさ、は？はっきり言ってドウデュースが勝てたのって、ポジション取って打ち回したけど、リラックスできないから外出したわけじゃん。それで折り合えて、いい足が使えたし、仕掛けのタイミングもバッチリだから勝てたわけじゃん。今回のスルーセブンシーズの池添健一の騎乗はその逆を全て言っていて、ポジションは取れないけど道中無駄な足は使うし浜中波に焦っている。しょうがないから外からスルーセブンシーズを信じて勝負に行くって。おいおいお前の判断やべえだろってね。おお。辛辣ね。これでおそらくスルーセブンシーズは引退だろうけど、こんな引退レースで出資者はどう思うんだろ。ファン投票のお金もない。あるのは特別出走奨励金の200万円。ああ池添健一じゃなくてルメールに乗ってもらえたらなーってみんな言ってるだろうなー。は？これなら小細工せずに足貯めて最高峰でもよかったんじゃないの。池添の今日の騎乗は中立英二が現役の時の中央場所で一番人気に乗る時にそわそわしてやたら動いて負けるみたいな競馬に見えたわね。こっちに横山武史が乗ってれば面白かったのに。横山武史救済ルート？まあ今年の有馬記念の回顧としてはこんなもんね。総評するとレースは面白かったし、武豊とルメールの神騎乗はすごかったけど、レースレベルはタイトルホルダーの舐められ逃げのスローの前と内有利の4コーナー通過順がハンデの用意ドンの競馬だったし、有馬記念の着順を見てこの馬は強いとか、来年はどうとかはあまり言えないレースってことね。そうね。でも、今回の有馬記念は武豊とドウデュース。陣営と主戦騎手がタッグを組んで作ってきた馬が勝つという現代競馬の乗り換わり上等の競馬のアンチテーゼのようなものになったわね。確かにね。それに競馬ゆっくりは有馬記念くらいは日本人騎手が勝ってほしいって言ってたし、それにスター騎手の武豊と人気の高いドウデュースが武豊の怪我やドウデュースの不振もあって復活。オグリキャップの有馬記念を思い出した人も多いんじゃないかしら。あの有馬記念もそういえばスローペースだったわね。ある意味ハッピーエンド。有馬記念らしいレースになったんじゃないかしらね。おお、しかし、悲しいのが戸崎啓太よ。急
急な代打でドウデュースについてはそれなりにうまく乗ったのに戸崎じゃダメだなんていう言われ方してたし、悲しい。悲しい。今回も戸崎リターンとかきっと言われちゃうんだろうなぁ。やっぱ、戸崎って持ってないんだろうなぁ。戸崎啓太さん。来年は競馬ゆっくりの獅子馬に乗った時は結果出すんやで。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。